ックオフでスタート、サイドをご紹介しましょう。向かって右のエンドから攻めるのがミラー、反対側左のエンドからがマンチェスターユナイテッド。右へ出した。一人いい動きを見せてますよ。中を見ている。少し出してサイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ミランとしてはまあうまく守れてると思いますよ。さあ先制点のチャンスになった。危ないところでした。狙いとしてはいいと思いましたけどね。奪う、来てますよ。中がちょっと寂しい。頭で合わせた。いやー、キーパー素晴らしい反応を見せましたね。はい、非常にセービング力の高い選手です。長いサイドチェンジ、そして右からザンブロッター。チェック回します。右が上がっていく。一人で持ち上がっていく。自分で行くのか。さあ行けるか。かろうじてクリアしました。頭でゴール前まで持っていったんですが、ここはチャンスをものにできません。ミラー結局このボールを奪いました。上がっていく左サイド。ミランボールになります。前半の15分を回りました。ヘッド、デヘア、これを防ぎました。ここからビリッチ、左へアクソン、左サイド上がっていく。いい動きを見せてますよ。ちょっと当たる選手が少ないか。うまく受けました。ベルバトフ、アビエル・エルナンデス、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一方及びません。中に誰か来てますよ。ここはなんとかクリアです。マンチェスター・ユナイテッド、結局はボールを奪われました。チェック、中央よく動いてますね。待っていた。右からスッと入ってきますよ。頭に流し込み。さあミラン、この状況でどう立ち向かっていくか。そうですね、ミラーとしてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。ここには誰もいない。スペースをうまく使おうとしますね。横へ運んでいきます。チェックが入りました。サイドチェンジ、ボールが渡ってここで奪い合う。上げてくるか。あっとここには誰もいません。さあミラン、前半初めてのコーナーキックを得ています。エリアの左側、中に一人いる。再びコーナーキックです。見せ場となる場面、短く出した。強い、これは合いませんでした。右足だ、パンチング。もう一度コーナーになります。ミラン絶好のチャンスを得ます。さあショートを使います。合わせた、これをブロックした。あっと、マンチェスターユナイテッド、これで動かざるを得なくなってきたわけですよね。
いや本当にね、これで振り出しに戻ったということですからね、頑張ってほしいですね。チェック、中にスッと入ってきますね。チェックになります。ここでホイッスルがありました。マイニーボールになります。中に誰か来てますよ。中に誰かいます。いいディフェンスを見せます。いいプレッシャーだ。左、いいマークですよ。真ん中いい上がり方してますね。チェックに回る。チェック、攻め上がったんですがここはうまくいきません。ミランとしては助かった形になりましたね。ここで長い笛、エンドが変わって右にマンチェスターユナイテッド、左にミラン。これはコーナーキックです。ここは得点したいところです。おっとショートですね。ゲット、これはネットへ行ってしまいました。再びジョーンズ。北澤さん、ミランゴールしてからの動きというのはいかがですか。まあそんなに変わってないと思いますけども、やはりゴールしてから落ち着きましたよね。なるほど、あと少しのところまで攻め込んだんですけれどもね。前線へ、そしてここはバレンシア。おっと、まだ誰もいませんよ。スッと入ってきますね。これから前を向こうというところだったんですが突破できませんでした。縦に出す、チェックが入りました。一人いい動きを見せてますよ。行くか。マンチェスターユナイテッド、ここからの攻撃になります。しかし追いかける、コーナーキックになります。ここで選手変わりますね。そうですね、変わりますね。さあマンチェスターユナイテッド、同点のまま迎えた後半、先に仕掛けてきました。ゴールイン、右サイドを駆け上がっていきます。アプローチ、いい力の展開ですね。中へはチェックに行きます。中にスッと入ってきますね。細かいボールの奪い合い、ここはディフェンスされました。ミラン結局このボールを奪いました。止めに行く、おっとこれはこれは落ちたのかな。ここは旗が上がりました。ここで選手の交代があります。叩きます、前に送る。中に誰か来てますよ。さあ左サイド、さあどう攻めるか。ここで奪い合う、シュート、胸で落として、いいプレッシャーだ。さあ吸っていく、ファールを取られました。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。中にいる選手が少ないぞ。
下げて中にスッと入ってきますね。シュート、ここは精一杯クリアします。細かいボールの奪い合い、一人いい動きを見せてますよ。さあ行けるか、コーナーキックに変わります。ああ、これメンバー変えますか。そうみたいですね。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますか。中にスッと入ってきますね。さあ固まっている、チェック強い、かろうじてクリアしました。左へ回してボールを回してチェック入れるか。ここで上です。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。コースを探している、ここはなんとかクリアです。ミラー、この辺りからちょっと動きがあまり激しくないように見えるんですが、いかがですか。そうですね、どうしてもスペースがないということでスピードアップできてませんからね。ここで選手交代でしょうか。そうですね、変わりますね。見ていてストーンが切れた感じするんですよね。本当に変えてきましたね。左サイドシュート、力みすぎたんでしょうか。40分になります。後半40分、いい展開してますね。さあ固まっている、コシトの左へ逸れた、思い切って打ってきましたね。惜しかったですね。ここからメクセス、北澤さん、マンチェスターユナイテッド、この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。はい、運動量も増えてきましたね。速攻になる、中に誰か来てますよ。ここで抜けてくるか。あ、いいですね。直接いった、ブロックする、また打ってきた。